JOBBB268 動画へ綴るよっちゃんのお料理コーナー、今週は人参のポタージュの作り方をご紹介いたします。お相手は私バンバテッペイとよっちゃんです。皆さん今週もよろしくお願いしま す。それではよっちゃん材料紹介お願いします。はい、人参1本 180g、 玉ねぎ中2分の1個 110g、 バター 20g、 水大さじ2杯、砂糖大さじ1/2杯、塩小さじ1/2杯、固形スープの素1個、水 300ml、米大さじ1杯、これは水につけておいてください。牛乳 300ml、 塩コショウ少々、パセリのみじん切りです。それでは作り方です。まずは人参は軽く水洗いしてから薄めのいちょう切りにいたします。嬉しいことに今回は皮はそのままに置いといてください。玉ねぎは薄切りでございます。で、人参と玉ねぎを鍋で炒めますが、まずはバターを溶かしてください。そして弱火で人参、玉ねぎを焦げないように炒めてください。木べらなんかで混ぜます。そこの鍋にですね、水大さじ2杯、砂糖大さじ1/2杯、塩小さじ1/2杯を加えまして、蓋をして弱火で約5分間蒸し煮いたします。5分経ちましたら、まずは火を止めまして、米を水からあげておいてください。鍋の中に固形スープの素、そして水 300ml、 そしてお米を加えまして、蓋をした状態で約10分です。米が柔らかくなるまで煮てください。一応念のため米が柔らかくなっているかどうかも確認お忘れなく。で、冷水などで鍋の中身の粗熱を取ったら、中身をミキサーなどで攪拌いたしまして、ドロドロにします。それを再び鍋に戻して、牛乳 300ml を加えて一煮立ちさせます。最後に塩コショウで味付けをいたしまして、ポタージュは完成ですが、この次クルトンを家で作ってみたいと思います。材料は揚げ油適量と食パンでございます。食パンは、まあ、大きさは食べやすい大きさでいいと思います。今回はサイコロのちょっと小さいサイズですねに切り分けました。油で揚げまして、これで完成です。で、ポタージュはですね、小皿に分けまして、パセリのみじん切りとクルトンを加えまして完成です。ぜひ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。